皆さんこんばんは、上水ゆきでございます。完全招待制の晩餐会を開催したり、公園にレジャーシートを敷くなど、存在としての公園をコンセプトに様々な活動をしています。現象のラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。サムへのですね、写真を撮るためにですね、京都、大阪に来ました。前回はですね、1日目の撮影の様子と、アイリン地区や飛田新地をですね、少し視察して、むき出しのこのコントラストに社会の縮図を感じて、うわーっとなったというお話をしました。で、今日はね、2日目のお話をしたいなと思ってるんですけども、朝、サウナに行こうと思ったんですね。新世界の方面にですね、スパワールドっていう大きな温浴施設があって、良さそうだったんで、行ってみようと思いました。朝の10時に開店って書いてたんで、開店に合わせて行って、で、そのままサウナでね、1時間とか1時間半、満喫してね、サウナを。その後、ランチに行くっていうようなスケジュールにしようと思ったんで、10時前にですね、スパワールドに向かったんですけども、オープンのですね、行列がすごかったんですよ。100人言い過ぎかな？ 100 人ぐらいでもいたかなっていうぐらい、スパワールドの前に人が並んでて。で、ここプールとかもあるからですね、結構お子さん連れの感じで、子供たちがわーっていましたね。で、10時に開店したんですけど、これは入れるの10時半とかになるなと思って、断念しました。スパワールドをね、断念して、でもランチまで時間あるし、かといってホテルに帰るのもなんかなと思ったんで、天王寺動物園にね、行きましたね。スパワールドから徒歩10分かかんないぐらいかな。5分から10分ぐらいであるんですけども、一人でね、動物園に行きました。で、1時間ちょっととかした時間がなかったんでですね、別に全部回ろうとかっていうよりは、本当に見たい動物だけね、ちらーっと見て、ゆるーくね、動物園を散策しました。ホッキョクグマを見たり、ペンギンの餌やりを見たりですね。っていう、なんでしょうね。なんかわかんないけど動物見てるみたいな感じの時間を過ごして、ランチの時間まで時間を潰しました。で、ランチはですね、動物園のすぐ近くのところに行ったんですけども、昨夜ぶりのですね、串カツってことで、ランチも串カツでした。で、このランチはですね、X の方で、今度大阪行くんで、よかったらランチしませんかっていう感じで募集をかけたら、結構、お申し込みいただいて、行きました。去年ね、東京に行った時に、12月かな、去年の12月の東京で同じようにですね、X で募集かけた時に、15人とか20人とかで飲みに行ったんですよ。そしたら、楽しかったんですけど、全員と喋れない感じになっちゃったんで、今回はね、もう5人で、6人で打ち切ったんですけど、1人ちょっと体調不良ということで、5人の方と一緒に串カツを食べながらね、おしゃべりをしました。で、僕以外の方みんなね、お酒を飲む人たちで、めちゃくちゃビール飲んでましたね。すごい量のビールを飲んでたけど、大丈夫だったんだろうかっていう感じでしたわ。で、楽しく、僕は一人シラフでしたけど、皆さん酔っ払いながらね、お話をして、で、1時半ぐらいになって移動しました。2時からね、天王寺公園の天芝っていう芝生エリアで、大阪でね、初めて、浄水公園、レジャーシートを敷くっていう活動をやるということで、串カツから天芝へ移動しました。天芝はね、それこそ、第1回かな、浄水公園を福岡のね、公園で、天神中央公園でやった時に、大阪からね、お越しいただいた方がいて、その方に、今度大阪行くんで、なんかいい公園ないですかって言ったら、天芝がこの天神中央公園みたいな感じでいいんじゃないですかねっておすすめしてくれたんで、天芝で開催することにしたんですけども、
まあ、ほんとね、天神中央公園ぐらいの広さなのかな。形がちょっとね、違うんですけど、まあ、広さ的にはそれぐらいあったかなと思いますが、ただね、天神中央公園と違って、周りにこうずっとお店とかがあったりするんで、なんていうのか、そこでお店で買って、みんな芝生でピクニックしてるって感じでね、めちゃくちゃ、みんなピクニックしてるような公園で盛り上がってましたね。びっくりしました。すごい人がたくさんいたんですけど、まあその中でレジャーシートを敷いて、まあいろんな方に来ていただきましたね。そのネット上でリアクションとかはしたことはないけど、まあ、こういう場所に来ましたとか初めて参加しましたみたいな方も何名かいらっしゃって、まあ、そういうの嬉しいですね。結構ね、この浄水公園ってそういう感じで、まあ、SNS 上とかでなんかやったことはないんですけど、とかオフ会とか来たことないんですけどっていう方は結構参加してくださることがね、福岡でも大阪でも多くて、来ても来なくても大丈夫とか、申し込みしなくてもいいとか、いつ来てもいいとか、そのフラッと来れる感じのハードルが低いのかもしれませんね。公演のハードルって低いんじゃないかなってことを今のところ約10回やってですね、感じてます。もしこれ聞いてですね、これを聞いてですね、ちょっと興味持ってくださった方いらっしゃれば、ぜひ概要欄にあるね、公演カレンダーを見てですね、僕がいつどこの公演にいるか見て確認してもらってですね、ぜひ、フラッと遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。まあ、公演にですね、まあ、結局7人ぐらいかな、最終的に来ていただいて、まあ、5時ぐらいまでですね、おしゃべりをして解散っていう感じで。で、夜は、友人と、まあ、大阪のというか関西の、友人と、食事をして、C 社か。C 社を吸ってね、解散しました。で、この C 社さんがね、なんてとこだったかな。イマジネーションピカスペースっていうね、新世界の方のね、新世界のちょっと奥の商店街の、にある C 社さんで、ちょっと癖強いなと思って、まあ入ったんですけど、癖強かったですね。C 社のメニューが香りじゃなくて写真集の名前なんですよね。で、この写真集をイメージした、香りでご用意しておりますみたいな感じで癖強っと思ったんですけども、まあ、注文して、そしたら C 社と一緒に写真集が届いて、写真集を見ながら C 社を吸うというような結構ね、とんがった C 社さんでしたね。まあ、実際写真集の感じと C 社の香りが合ってるような気もしたし、いいなぁと思いましたね。で、最後お手洗いに行ったら、お手洗いにですね、死後裁きがあるって書かれてて、癖強いなぁと思いましたね。で、いよいよ、最終日。まあ、帰るだけなんですけどね。最終日ということで、翌日、友人と会って帰るという感じでした。で、その最終日に会った友人っていうのがですね、ノラジオのカエさんですね。まあ、3日目の話はまた次回お話しましょうかね。本日は以上です。番組のご意見ご感想は、ハッシュタグ、現象をつけて、X でポストしていただくか、Spotify の Q&A よりコメントいただけると嬉しいです。また、現象の活動を応援してくださる方は、番組をフォローして、今後の配信もお聞きいただけると更新の励みになりますので、ぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。